皆さんこんにちは、大地です。先日ですね、コーチングについてなんかこういろいろ難しく考えすぎというか、まあいろいろ学んじゃったからいろいろやろうとしてなかなか動けないみたいな人と会って、で大地さんどうしてるんですかって言われてですね、で私はもっとシンプルに考えてますよって言ったんです。もっとシンプルに考えてる。で、どんな感じなんですかって聞いてくれたんでね、私はね、最初基本的にそのクライアントから信頼感を持たれるとかね、で、クライアントをリラックスさせるとか、で、その上でクライアントに好きなことを話してもらう。要はクライアントってね、そんなにね、思ってること何でも話せてるわけでもないし、様子見ながら話してるんですよね。で、思ってた以上に話せたっていう状態を作るのが第一段階なんですよ。で、私はね、コーチングにおいて目標をね、段階的に3つぐらい持ってるのね。で、1つ目の目標はクライアントがとにかくこっちを信頼して何でも話してくれるってことです。で、こうしてみようかね。まあ、こっち成果ね、こっち時間で、要はコーチングが始まってから終わるまでこう時間がこう流れていきますよね。で、その中でめっちゃ成果出そうと思う前にね、もう最低限成果出そうと思うと、で、ここにすっきりとか落ち着くって書いてあるけどね、我々のこうコーチングカウンセリングを受けてクライアントがすっきりしたり落ち着いたら、それは非常に大きな成果なんですよ。で、だから私はそのことをまずいつも第一に考えてるし、で、なんかあ、いろいろちょっとやろうと思ったけどこれ難しいなと思ったら、もういつも第一の目標に戻っちゃう。一番低い目標に戻る。それは何かって言ったら、クライアントがこっちのことを信頼して、で、いろいろ話してちょっとすっきりしたら落ち着いたりするってことです。で、それができたらね、次にアハートがやりたいって書いてあるけど、本当に何が大切なのかってことを考えるし、まあその前提としてね、今現状がどうなってるのか。だからそうなんですよ。まずいろいろ好き放題話せるっていうのが第一目標。次に現状が分かったりとか、本当にやりたいことが分かって、ああそうだったのかって思ったり、これやりたいって思うのが第二目標です。で、第三目標は、じゃあここをまず目標にしようとかね、まずここ狙おうと。だからこんなことだったら始められるんじゃないかな、やれそうだなって。で、なるほど、やれるってこう思うっていうのが第三目標です。で、こういうふうにね、コーチングの目標を3段階ぐらいで考えてみる。で、とにかくまずこっちからちゃんと押さえていくってことね。で、そういう発想をね、ぜひ持って、で、ここだっていいんだよ。ここを卑下しないでくださいね。私だってもうこれ難しいとか大変だとか、うまくやれないってなったら必ずここに戻るから。で、最低限のとこキープする。そうじゃないと元も子もなくなっちゃうからね。元も子もなくなるってすごい言葉だよね。元本も。利息、利子、利息もなくなりますから。だからそうじゃなくて、ちゃんとベースをキープする。ベースは何かって言ったら、はい、なんか話聞いてもらえてちょっと落ち着けたっていうのがベースね。その次に、ああそうか、現状こうなってたんだ、ああそうか、あ、やりたいことこれだったんだ、ああそうか、あ、こうしたらできる、あ、こんなやり方がある、なるほど、やれそうだ、こういうのを段階的に狙っていくって。1回のセッションでできなくてもいいんですから、そのことをぜひ何度も考えてみてね。ここに戻るっていうこと。それでは。